あれ？死んだかも。突然、目の前が真っ白な光に包まれて、気がつくと、幽霊になっていた。この体、幽霊？もしかして死んだのかな？ってことは、会社に行かなくていいんだ。わかるー。やったー！にゃーん。ん？猫の声。にゃーん、かわいい。にゃんにゃ。にゃーん。ついてこいってことかな。お尻の穴がキュート。お！え、実家？たどり着いたのは小さい時からずっと住んでいた実家だった。両親が高い就職を機に引っ越していたので今は空き家となっている。にゃーん。にゃんにゃ。にゃーん。お腹空いてるのかな？確かここに、キャットフードがここにあったあった。それ結構前のやつだね。大丈夫？かわいい。美味しそうに食べてる。にゃーにゃーと。あ。この猫もお腹空いてるのかな？今の別猫なんか。ほんほんほん。にゃ、にゃーん。にゃーん、にゃんにゃん。ほんほんほん。かわいい。猫はやたらたくさんやってくるな。にゃんにゃと。っていうか死んだのに成仏しないのかな？確かに。どうやって成仏するんだろう。しばらく他の、LINE 来た。やばいやばいやばい、しばらく猫の面倒でも見てみようかな。死んだっぽいけど成仏の仕方がわからないし、暇だからしばらく猫と一緒に生活することにした。はいはいはい、了解です。とりあえずこれバツボタンかな。で、遊び方、ご飯をあげる、相手のお皿をタップすると猫にご飯をあげれると。で、家具を買う、このボタンから、お店から家具を買うと。テーブルや家具を変えるよ。ほん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 。なるほど、ね。家をこうやって猫用にっていうかさ、猫住みやすくするんだ。レアキャラ。家具によって出るレアキャラが変わる。へえ、なるほどね。画面については、拡大、へえ、なるほどね。自由に動かして遊ぼう。音も出して遊ぶと楽しいと思うよ。ほーん。説明以上です。猫をたくさん呼んで部屋をどんどんね、猫仕様にしていくって、そういう感じね。オッケーオッケーオッケー。お皿をタップしてみよう。すごいな。2ちゃんみたいな。お皿タップするよ。はい。うん。あ、猫が行列で。あ、あららららら。かわいい。すごくかわいい。あー、なるほどね。あ、お金がもらえた。何？あ、お金くれんの？猫たち。もう一度あげてみて。おーおーおー、はい。満足した猫は去っていくんだね。レストランみたいな感じ。で、猫がご飯食べて、お金をくれると。あ、よう見たらこのお金猫の顔を描いてる。かわいい。爪研ぎ。猫型解禁。お店で爪研ぎ、猫型購入できるようになりました。あ、お金が貯まったからそういうことかな。とりあえずお店行って、撮ってみよう。はい。爪研ぎ猫型。インテリアにも馴染む可愛いタイプの爪研ぎ。猫は猫の上に乗っててウケる。買ってみようか。はい。で、設置する。じゃあ、手前に、はい。で、OK？ おー、いいじゃん、いいじゃん。この招き猫のボタンを連打すると、にゃんこが来るよ。ほーん。目標をクリアするとアイテムやストーリーが解禁されるよ。なるほどね。コンプリート目指して頑張る。ああ、了解、了解、了解。とりあえず招いてみようか。押すよ。連打。はい。あ、すごい、ゲージがある。連打して。はい。お？また旅ボタンが解禁された。ほう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 。また旅を配ると自動で猫が、集まってくるよ。へえ。なるほどね。この目標ってのは猫15匹集める。あ、15匹はもう集まってるってことじゃ。で、7皿提供。あと5皿提供ね。チラシも配る。さあ、したらこのストーリー1が解放されるみたいな、そういう感じ？了解です。ちょっと戻ろうか、一回。あれ、戻れない。
ストーリーはじゃあこれ31分の0ってこと、31話もあるんだ。へえ、豆知識。猫は首をかしげたり頭を上げたりするのは猫の一般的な挨拶。へえ、外で知らない猫に、遭遇した際、喧嘩を避けるために、このポーズを取る。へえ。なるほどね。猫ってやっぱり幽霊見えるのかな見えるって聞くけどね。あれちょっと戻れないっていうのはどうしたらいいんですかね。これもまたバグの一種ですかね。おうどうしよう。なるほどね。戻れないんですけどね。猫と毎日遊んでいたいな。なんでこれ2ちゃん形式のこれは何？くそー。こういうのも編集とかにつなげたらいいけど、編集はやらないと決めたから。え、猫に与えてもいい食べ物。かつお節。うん。ミネラル分が高いので尿路結石のある猫は NG。へぇー、知らなかった。かつお節とか好きそうだけどね、魚だし。ちょっと元に戻れないんですけど、どうしたらいいですかね。一回切ろうか、じゃあ。ちょっと、機内モードにするの忘れて、LINE の通知は来るかもしんないし。猫が集まってくるとか、ある意味天国かな。ちょっと一回これ切ろうかな。はい。